それではブランディス弦楽四重奏団の演奏でベートーベンの弦楽四重奏曲波長調作品59-3ラズノフスキーの3番です。
Thank you.
Thank you.
ブランディス弦楽四重奏団の演奏でベートーベンの弦楽四重奏曲波長調ラズモフスキーの第3番でした。さて、ベートーベンはこの修学章で今お聞きになったようにどちらかといえば風雅的な手法を用いているわけですけども、これはいわばその最後の楽章をですねどういうふうに扱うかということについてのベートーベンの一つの回答であるというふうに言えるかもしれません。つまり古くはその曲のそれぞれの楽章というのはいわば独立した曲でお互いに関連がないというような場合もあったわけですけれども、ベートーベンは中期から後期に行くに従ってですね各楽章をこう貫いて一つの流れとして音楽を作るということに非常に神経を使うようになります。でまず